にちは、高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはようこそコンサートへということで、先日行われたコンサートより2週続けてラテン音楽をお届けします。篠原さん、今回はどんな曲ですか？実はこのラテンのコンサートはですね、タイトルがあって、ラテンの楽しい踊るリズムのある曲、そして哀愁に満ちたとても美しいメロディーの曲、つまり踊るラテン、泣くラテンというタイトルで、今回はですね、ベネズエラとアルゼンチンの曲をお楽しみいただきます。ワルツピカピカ、はい、このピカピカっていうのはね、まあ1年生ということでこの曲はあなたの影になりたいというタイトルで歌われてもいたりしますが、なんとなくね、おしとやかな感じがしますけど、もう一つその意味としては、お薬をちょっとこうね、体に入れて陽気になって踊るという、なんかそういうね、どん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 薬が回ってきてこうね、踊り狂うっていう、そういう意味もあるというふうに諸説ございます。はい。どちらかというとね、今踊るラテンで、次も泣くラテンで、ピアソラの曲の中で、その先ほど話したお父さんさよならというのの次ぐらいに泣かされるのがこの曲かなと思います。チキリミバチね、なんだか鳥の唐揚げどうかしたのかなと思う感じですけど、アルゼンチンにそのバチンという名前の酒屋、要するにバーですかね、バー飲み屋があります。でそこで花を売っている少年のお話です。なんとなく花を売るというのはね、少女というイメージがありますけどね、あらマッチでしたかね、はい。でまあ、花売りの少年という、はい。この曲で泣かないのは変かななんていうことはないんですけれども、はい、ではしんみりとお聴きいただきたいと思います。
先日行われたコンサートよりラテン音楽をお届けしました。はい、いかがでしたでしょうか。あのワルツピカピカが、私の知ってるワルツとはちょっとイメージが違いましたね。そうですね、日本ではやっぱりヨーロッパのね、ウィンナーワルツがもうあれですけど、ラテンの方のねワルツはね、3拍子と実は2拍子が織り交ざっているので、なかなかちょっと変わって聞こえるんですね。はい、とても楽しいですよ。面白いですね。はい、ということで来週も踊るラテン、泣くラテンよりまた違う曲をお届けします。どうぞお楽しみに。次回は来週日曜日に配信します。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter、Facebook もチェックしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。